今日はバビちゃんのご飯前のルーティンです。お子さんしててね。ご飯作るからね。バビちゃんが待ってるの珍しいんだよね。鮭さん入れる？入れようか。鮭鮭鮭。お味噌汁何しようか。小松菜ですか。
納豆入れちゃおうか。久しぶりに。またトンが文句言うかな。納豆が入ってたら俺食べねえからな。一粒だけ残すからな。好き嫌いが激しいからな。あ、トマト入れとこう。トメイト。リコピンいっぱいのトマト、真っ赤っか、超完熟。君たちのご飯には最高だね。いや、ほんと納豆入れちゃおうかな。あ、どうする納豆。あ、やっぱいいや。納豆入れないで白いご飯入れよう。よいしょ。わー、美味しそうに炊けている。ご飯美味しそうに炊けましたよ。マルーピーズのご飯はガスでお釜で炊くんだお。ねー。だからマロッピーズのお家には炊飯器がないので、おじいちゃん卵焼き作ろうか、ね、あ？あ？おじいちゃんには卵焼きを作るよ、甘いのにしちゃうよ、足で蹴っちゃうよ。甘いのでいいか。3、4等、いい。
りかき混ぜ、人参と白いご飯のご飯だけだね。うん、ぽんちゃんが泣いてる。はい、出来上がったよ。今冷ますからちょっと待っててね。小さい時ね、卵焼きをお母さんが作る時甘いの作ってもらえなかったの。その反動で甘い卵焼きを好んで作るようになりました。なんかね、ママの家って麦茶も甘くなかったし、みんなのお家はどうだろう。甘い麦茶のお家がすごい羨ましくって、お友達の家。そのくせさ、グレープフルーツとかにはさ、砂糖かけて食べるよね。不思議な家だったね、バブちゃん。バブちゃんはグレープフルーツには砂糖はかけないよね。さ、グレープフルーツ自体食べない。最後に卵投入。いや、めっちゃ美味しそう。ちょっと待ってね。ポピちゃん、静かに待ってられるね。お利口さんだね。ねえ、おみちゃん静かに待ってね。おみちゃん静かに待てる子だよ。えらいね、バビオン。バビオン、えらいね。よいしょ。いや、めっちゃ美味しそう、卵焼き。丸かじりしたい。よいしょ。はい、上手にできました。今度、バビタンたちにも卵焼き作ってあげるね、卵だけの。美味しいよね、きっとね。卵ちゃんは美味しい。はい、じゃあ歯磨きのセットします。お腹すいた。バビタンだけさ、先に食べるようにさ、今冷ましてるからね。ちょっと待ってね、冷ましてるからね。
美味しい美味しい。美味しいね。美味しいね。美味しいね。ああ、卵焼きも。はーい。バビタンのご飯できました。こうした。チャンネル登録よろしくでやんすよ。